寒空の下、キレのあるボールさばきを見せる少年たち。台湾嘉義市で開催される少年野球大会に向け、県内10チームから選抜された15人の愛媛県代表選手です。この日は大会前最後の練習に臨みました。ノックや紅白戦で調整した選手たち、初めての海外試合にワクワクを隠しきれない様子です。みんなでしっかりチームワークを大切にして全戦全勝できるような試合したいです。ホームランを打って勝ちたいです。頑張るぞ。そして1週間後、少年たちが試合の舞台嘉義市に降り立ちました。早速試合ではなく、訪れたのは市内にある嘉義大学。皆さん、カナの映画見たことありますか？ここで野球がつないだ愛媛と台湾の深い縁について学びます。嘉義農林野球隊初出場。嘉義市を埋め尽くす大勢の人々。2014年に公開された映画カノーの公開記念パレードです。台湾で大ブームを巻き起こしたこの作品、映画の制作を記念して作られたこの銅像は今も嘉義市のシンボルとなっています。そしてこの物語の中心には愛媛が生んだ伝説の名将の姿がありました。およそ100年前、日本の統治下にあった台湾嘉義市に一人の日本人が移り住みました。松山市出身の野球監督、近藤彪太郎です。彪太郎は嘉義農林学校、通称嘉農野球部の初代監督に就任。当時台湾代表枠が設けられていた甲子園でチームを準優勝に導いた功績から、今や台湾球界の父とも呼ばれています。この縁がきっかけで県は去年10月、嘉義市と交流促進に関する覚書を締結。今回交流の一環として愛媛代表チームが嘉義市で開催される大会に出場することになったのです。台湾最大の規模を誇る少年野球大会で、今年は日本と台湾の他にも韓国やシンガポールなどアジア5つの国と地域から258チームが参加。開会式にはチームの旗がずらりと並びました。開会式の後は海外チームの歓迎パーティーに参加。翌日対戦する嘉義市のチームと交流を深めます。言葉の壁が立ちふさがるかと思いきや、翻訳アプリを使ってコミュニケーションを取ります。そして迎えた試合当日、さすがの彼らも少し緊張した面持ちです。愛媛代表チームは地元嘉義市の小学校2チームと対戦。生まれ育った場所は違えど野球への思いは同じ。お互いが熱いプレーで心を通わせます。結果は2試合とも愛媛が圧勝。しかし大切なのは勝ち負けだけではありません。他们是很强、很有礼貌、然后也很热情。希望我们可以变强，跟他们实力相当，这样比较有挑战。昨日夜ご飯の時に会った友達とかと試合一緒にできて楽しかったです。
那我们期许在这一次的少棒赛之后，将来两个城市有更多的互访。我们期许不久的将来，爱媛县有更多的团到嘉义来，我们嘉义也能够早一点到爱媛县去进行实地的访问。野球を通じ友情を育んだ愛媛と台湾の少年たち。今後、台湾のチームを愛媛に招き、交流試合を行うことも検討されています。